しまちえと申します、はい、どうもコアパちゃんち徳田たくまです。さあ紹介放送です。はい、なかなか緊張してるんじゃないですか。いやちょっと来てるね、ちょっとさっきリハーサルした段取りと全然違うの。普通に自己紹介しちゃった。はい、はい、というわけでね、はい、今日から始まりました。はい、はい、第1回目です。はい、番組でございますね。 C-WAVE さんの方で、はい、こちらネット配信という形で毎月第1金曜日に、この時間7時半からお届けいたします。ライブライバースクラップという形なんですけどもね、はい、ライブライバースクラップ、はい、どうでした？緊急事態宣言で自粛してました？あ、自粛してましたよ、うん、してました。もちろん私1ヶ月半か2ヶ月ぐらい引きこもってました。ちゃんと引きこもってました、うん、なんならね、だってこの番組もさ、うん、本当だったら5月から始まる予定だった。そうなのよ、うん、そうなんですよ。なんだけどね、やっぱりね、うん、そういうことやれない時期なんでね、うん、ねえ、だからね、ようやくこれやれるぐらいまではそう、うん、来た来ましたんでね、戻ってきたよ。みんなでね、平和を勝ち取ろう、うん、の平和 ね、まだね、本当はね、観客をね、入れて ね、ライブイベント形式でね、やれるっていう形だったんだけどね、はい、まあ、うん、今回はね、無観客という形で、うん、でもその代わり画面の向こうに届くようにパワー、ね、パワーをね、届けていきたいと思います。だ逆にね、まだまだ予断を許さない状況ですから、うん、こういうのをね、家で見ることで、そう、ね、イベントに行けるようになりますよっていうことにつながるんでね、そう、お家で楽しんでください、はい、ステイホーム、おちょっとちゃんとしっかり言ってもらっていい？かっこよく。Stay home。わかっこいい。わからん。やめて。滑らさないで。嫌だ。今日さ、はい、あのさ、格好ラフすぎやしません、ね、お嬢さん。いや、ラフな方がいいでしょ。ラフ。いや、でもこれ1万2000円するから。本当に。メルシーボーク。なるほど、気合いはね、だって。え、ダメ？確かに。ダメ？これ4000円くらいだったわ。あ、じゃあ、気合い入ってなかったわ。ダメじゃん。あ、ごめん。え、3分の1だよ。あ、ごめん。気合い3分の1だよ。気合い3分の1だったわ。やめて。ごめんなさい。え、ちゃんとしてくれる？はい、ちょっと今から頑張ります。ちゃんとして。そういうとこだよ。はい、すいません。あれ？これが？おかしな話だよ。そんなことない。というわけでね、はい、はい、というわけでこの番組は中島さんがメインパーソナリティなんで、はい、そうです、はい、僕はサポートなんでね、そうだね、はい、なんだろう、アメトークでいうフォトちゃんポジションかな、うん、じゃあアメトークでいう捕まった人ポジション、捕まった人わからんわからん、捕まったわけじゃないね、捕まっては、ね、より自粛、ああそうです、早めの自粛をしてらっしゃるからね、先取りをしてた、そうだね、先取りしてた、うん、早かったね、だいぶねはい、こんな感じでね、はい、やっていきましょうかね、うん、はい、はいはいはい、というわけでね、じゃ あ早速参りましょうか、じゃ あタイトルを元気いっぱい言って、ね、そうですね、やっていきましょう、はい、はい、この番組名がですね、はい、ライブライバースクラップという番組名となっております、はい、なので私がライバーって言ったら皆さんでスクラップって言ってほしいんです。はい、はい、これあの恥ずかしがらないでくださいね、本当に家なんで、そうだよ、皆さんっていうのはあれですよ、今日あのお客さん入ってないんで、そう皆さん、いないよ、皆さんだからね、うん、そう、画面の向こうの皆様、僕らも大人だけどやりますよ、やるよ言っとくけど、皆さんよりも一人で家で見てる皆さんよりも僕らの方が恥ずいからね、うん、いや本当よ、本当に今だってここスタジオにいるのは数名のおじさんが並んで、うん、じゃあ、ね、やめなさい数名のおじさんじゃないの、スタッフさんです、ディレクターさんです、二人で喋ってるから数名のおじさんやめなさい、スタッフさんだわ、喋るっていうスタッフさんだよね、はい、大事にしてください、教えてもらってます、ありがとうございます、はい、本当に、はい、なんでね、皆さんと一緒に、はい、一体感をねコールして、お願いします、いきたいと思います、スクラップって大きい声でね、はい、家で行って一体感出していきましょう、家で楽しみましょう、はい、行きますよ、はいはい、はい、ライブライバースクラップ、中島さんのショールーム配信も同時配信でやっております、はい、でまたね、今日ねゲストさんの、 来てくださる方も今日ショールームライバーさんを、紹介しますので、その方もですね今もう配信が始まっております、
はい、というわけでね、この番組の説明をしていきたいと思います。この番組は毎月第1金曜日にショールームライバーである中島千恵がおすすめする今盛り上がっているライバーさんを呼んで、その魅力を番組を見ている皆さんに、そして、中島千恵のショールームチャンネルで、そしてさらにゲストの方のやっている、配信するチャンネルを見ている皆さんに届ける番組でございます。はい、配信できました。ちょっと待ってね、ちょっと待ちましょうかね。じゃあもうちょっとおしゃべりしていきましょうかね。通信環境が悪いようですね。はいはい、まあね、今日ね初めてなんでね。あ、来ました。みんなお待たせ。じゃあね、日頃中島さんのチャンネルを見ている方はですね、ぜひぜひ、この CWAVE のこのね、YouTube チャンネルも見つつ、で、それと、もう一つでね、中島さんのチャンネルを立ち上げて見つつすると、なんと、テレビのワイプ画面みたいにね。うん、そうだね。中島さんだけが映る、画面と、この全体の画面で見れる。うん、でテレビと違ってね、ワイプずっと映しっぱなしだからね。こんなことテレビでもできないよ。確かに。ワイプ映しっぱなしだから。はあ、そうそうそう、これが究極のリモートだよね。いや確かに面白いね。この距離のリモートだからね。だからぜひね、もう何 YouTube ライブと同時にね、うん、こっちも同時に見てほしいです。そうだね、ぜひぜひぜひ。あ、面白い。よろしくお願いします。はいはい。あー、いらっしゃい、皆さんいらっしゃい、来てくれてありがとう。あ、なんかいつものその感じいいね。この距離でそのあれを見れるってなかなかないからね。何あれって。あれって何。はい、ありがとうのか。あ、でもね、そうそう、配信をね、この距離で。あ、リーナーティン来てくれてありがとう。嬉しい、ありがとうございます。そうね、リーナーティンだ。よく中島さんのルームに来てくれる。そう、てかむしろ私が、いや違う、モナモデルさん、モナモデルさん、大阪を拠点に活動されてるモデルさんです。というわけでね、いろんな人が見てくれますね。そうだよ、この番組。もう YouTube ライブでも見てる人もいるだろうし、はいはいはい、このショールームでね、このワイプ方式でね、うん、見てくれてる方もいるんでね、ちょっとコメントをね、なかなか拾えなかったりはするんですけれどもね、はいはい、あくまでちょっと番組の方メインで、コメントの方はお任せして ね、徳田さんにね。一応こっちの方で見てます、ね。TWA さん、ありがとう。はい、ありがとうございます。皆さん、来てくれてありがとうございます。はい、で、そんな中ですね、もう一つお願いがあります。ぜひぜひ、これ見てる間に、Twitter でハッシュタグをつけて、感想だとかね、はい、実況だとかつぶやいてくれると、どんどん盛り上がっていいかなと思います。うん、こちらの方のね、パソコンの方で見てますので、ぜひぜひ流してくれたら反応できますので、よろしくお願いいたします。うん、ハッシュタグは、ハッシュタグに、ライブライバースクラップという番組なので LLS、大文字で LLS お LLS、 あー、いいじゃないですか。はい、あれ、これ逆に映るのかな、つけてくれてつぶやいていただけるとありがたいなと思います。はい、というわけでね、中島さん、早速、はい、今月のゲストの方を呼んでください。はい、第1回の記念すべきゲストは、はいはい、葉月風くんでーす。ちょっと待って、びっくりした。何それ。葉月風でーす。いらっしゃいませ。びっくりした。仕上がってるじゃん。仕上がってるね。顔見えた方がいいかなと思いました。あ、確かにね、はい、びっくりしたわ。ちょっとね、セッティングしていただいて。はい、じゃあですね、セッティングしちゃいましょう。お願いします。ゲストのですね、紹介をしていきたいと思います。はい、葉月風さんは、はい、現在役者をしながらショールームで配信をしているライバーさんでございます。はい、チャンネル名はフーチャンネルでいいのかな。まあ合ってますですけども、ちょっと後ろと後にうん、アットマークがついてますので、こちらの方。それ読む、これ読むやつなの。アットマーク、やっぱりこれありきのフーチャンネルなの。、うん、アットマークありきなの。ありきです。え、アットマークフーチャンネル、アットマークってこと。そうなんです。やっぱりみんなとこう差をつけないといけないなと思いまして。じゃあふーくんのチャンネルはアットマークフーチャンネル、アットマーク。ちょっと忙しいね。よろしくお願いします。反復横跳びしてるフーチャンネル、アットマークみたいな。はい、チャンネルでやっております。うん、はい、最近では映画出演イベントにて見事2位入賞を果たされて、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、はい、活躍をしている俳優ライバーさんでございます。いや、すごいね、2位。いや、そうなんですよ。僕もびっくりしたんですけど、結構このイベントがですね、長く期間が長かったので、結構去年とか1ヶ月、いや、もう2ヶ月ぐらい、予選も入れたら2ヶ月が、予選か、予選もあるのか。なんでそこで
まず予選突破できないと思ってたんですよ、うん、結構もう1位の方と何十万も差がついてたので、これもう多分予選大丈夫かなと思ってたんですけど、なんか皆さん盛り上げてくださって、予選突破ってなった時に、あ、これもしかしたらいけるんじゃないかなと思ったら、本当にみんな頑張っ、もっと頑張ってくれて、すごい、最終的に2位という。何位まです、ちなみにそれって役が。あ、役は3位までなんですけど、でも3位の方はもうエキストラとかそういう感じだったんですけど、もうだから2位がメインで1位が主役みたいな感じだったんですけど、すごいですね。でもそれがグループ分けされてて、何個もグループがあったんで、僕も2位の中で戦わなきゃいけなかったんですよ。そこでまたオーディションを受けて落ちたらダメみたいな。ショールームとは別にオーディションがあったんです。あ、そうなんだ、うん、それで勝ち取りました。あ、すごいじゃん。すごい、最後は自分の手で実力派、実力派俳優、ね、みんなのおかげで本当に行きましたので、うん、でもね、私もルーム応援行ってたけどね、すごかったよね。イベント来てくださってて、あ、そうそう、星投げだけポコポコポコって星投げめちゃめちゃありがたくていや、でも代わりにふーくんのファンの方も私の応援来てくれたからね。あ、勇気とか、そう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 、ゆきまりょさんとかね、来てくれてありがたかった。二人はもともと知り合いなんですか？いや、ごめんなさい、全くあのね、ショールーム内でそう、ショールームで出会った。そうなんです。もしかして会ったのが今日初めてなの？初めてです。そんなことあんの？はい、そうなんです。僕もびっくりです、うん、僕よく散歩配信っていうのしてるんですよ、うん、夜の、夜とかこの散歩しまーって言ってるんですけど、あ、見たあ、白馬さん見ました。で、それでそこで知恵さんが来てくださって、そう、たまたま入ったの。役者やってますみたいな、おー、よろしくお願いしますってやったらC ウェブさんに出していただけたみたいな、すごいなみたいな、このつながり、ね、不思議なご縁だよね。不思議と思って。じゃあ3人今日が初対面。そうです。初対面。それは何？これですか？気になりました。僕のお守りなんですけども。お守り？フーグルミって言いまして、僕のぬいぐるみなんですけど。ちょっと香ばしい匂いがこれ僕のチャンネルの方が手作り作ってくださって、はい、しかもこれがすごいのが、僕服大好きなんですよ、うん、着せ替えできるんですよ。ほズボンも服もボタンちゃんと外れるんで着せ替えできるんですよ。その着せ替える用の服もファンの方が作ってくれてる。今ただいま絶賛作ってくださって、お着替えしてます。すごいすごいですよね。すごいね、本当に愛されてるっていう感じが見える。ありがとう、みんな本当に。みさみさ来てくれてる、こんばんは。あ、こんばんは。ふうくんの方もコメントいっぱい来てますね。よ、実力派。これは多分ちょっといじってくれてるのかな。チルちゃんはこのままで見れ、これで見れるってなんか不思議だね。そうなんですよ ね、 そうね。なんで推し見たい場合はチャンネル見ながら、さらにこちらの方のね、そうだね、YouTube ライブで CWAVE で検索すると YouTube ライブの方を見れると思うんで、全体を見たい方はね、ぜひ2人のチャンネルの中で、うん、俺全然映ってない確かに確かに、確かにそうですよね。声のみの出演の方がいるからね。いいですね、天の声みたいな。全然、ただ僕の顔みたいなぜひね、チャンネルをこの番組の方も見てもらえると、はい、誰がこの話を回してるのかっていうね。そうですね、この番組を見る方法は一応YouTube ライブの方 で、 そうです。 YouTube の方で CWAVE って検索していただけると、はい、今ライブやってるのがそのチャンネルになりますので、うん、全体像、はい、この画面だよね。はい、この画面が見れますね、うん、はい、というわけで、ね、見てくれてる人いるのかな。そうなんだね、それね、僕のことを確認してもらえると嬉しいなと思います。天の声はこの人だったんだそんなわけでですね、いろ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 今日はふーくんを交えてお話聞いていきたいなと思います。楽しみだな。この番組ライブライバースクラップ第1回目だからね。そう、初回ゲスト、これが本当に僕ごめんなさい、本当に嬉しくて、ね、初回ゲスト初対面って何？そうですよ。そうだね、普通やんないよね。なんかねピンときたんだよね。本当ですか？もう嬉しくて、この子だと思って第1回っていうのは本当に嬉しくて僕でよかったのかなと思う、ね、ちょっとあったんですけど、うんうん、でもこんなに知恵さんが言ってくれるならと思って力になりたいと思って、うん、でもなんかすごいオーラがあるよね。いやそうそうそう、なんかねすごい余裕なんだって余裕を感じる。でも余裕ですか、うん、もうすごいバクバクしてます今、うん、このスーツの下がもうびしょびしょですびしょびしょぐらいかな、ね、というわけでじゃあですね、はい、早速そんな
ふうくんの魅力をもっともっと知れるコーナーに行きましょうか。行きましょう。はいはい、はい、ライバーさんの魅力はファンが一番知っている。教えてリスナーさんのコーナー。イエーイ。というわけでこのコーナーはですね、リスナーさん参加型のコーナーでございます。はい、はい、今からふうくんにいくつかの質問をしていきます。はいはい。で、その答えを答えるのはふうくん本人ではございません。ふうくんのことをよく知る、うん、このふうくんのアットマークふうチャンネルアットマークをいつも見ている皆さんでございます。あ、なのでこのコメントを使ってこの質問に対して答えてもらえるとありがたいなと思います。ちょっとね、配信なんでね、時差生まれたりとかするかもしれないんだけども、うん、そうだね、コメント見てますのでね、うん、ぜひぜひ、コメントいっぱいしてくれるとありがたいなと思います。たくさんコメントしてね。はい、というわけで、まあ、説明だけじゃどういうことなのかなってなってしまうので、そうだね、一回ちょっと実験でやってみましょうか。実験。じゃあ中島さんのルームでやっていきましょうか。あ、私のルームで、はい、中島さんのルーム、ポンチャンネルですか。ポンチャンルームです。ポンチャンルームで、そう、ルーム名変わったんです。来てと思います。はい、ごめんね、ルーム名変わってこんなタイミングで。はい、じゃあポンチャンルームの皆さんに、質問をしていきたいと思います。 お願いします。はい、皆さん、皆さん分かりましたか。皆さんが答えるんですよ。はい、あ、初見さん来た。あ、このタイミングで初見さん来た。いらっしゃい。あ、小島さんですね。いや、初見じゃない、初見じゃないよ、きっと多分。はいはい、じゃあ皆さんが中島さんのことをよく知るファンの皆さんが答えてください。はい、ではですね、中島さんの好きなところはどんなところですか。これ何も来なかったら悲しいんだけど。でも嬉しいね。でも、コメント流れなかったら超悲しくない。コメント来なかったらどうしよう、どうしよう。俺が書くよ、じゃあ。やれよ。それは嫌だわ。一番傷つきますよ、それは。きつい、きつい、一番きつい。あ、ということで、はい、はい、私の自分で言うの嫌だな。このキャスを見てるね。はい、これ今見てくださっている方々へ、協力をお願いしたいんですけれども、私の好きなところ好きなところをぜひコメント欄に書いてってください。はい、ポンちゃんルームって、ポンちゃんルームでーす。ポンちゃんルームね。あ、ルームとツイッターフォローありがとうございます。ありがとうございます。はい、流れない、流れない、時差ですね、きっと時差ですね。来た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 。ありがとう、ありがとう。いいですね。モデルさんのよう、すごい褒めてくれる。嬉しい。モデルさんのように意外と、意外と、意外と面白い。あ、嬉しい、ありがとうございます。モデルさんのように綺麗なのと意外と面白い、面白い。あ、みさみさん、ありがとう、笑顔素敵って、ありがとう。ケイさんからも面白い来てますね。あずあず、ってじゃないよ。チルさん、ポンちゃん、フリフリおー、フリフリー。あ、チルさん、ポンちゃん、フリフリー、ヤッホー。チルさんが声が素敵いただきました。あ、ありがとうございます。うわ、嬉しいね、これ ね確かになんか褒め、ね、褒められる。僕じゃないのに、嬉しい、僕じゃないけど嬉しい、ね、なかなかこういうのってね、自分じゃ聞けないでしょ。いや、言わないよ、うん、どこが好きとか言わないよ。作業が苦手。中島さん、作業が苦手なの。あ、作業苦手です。そう、よく知ってるね、ケイちゃん、さすが。指しすせそ、指しすせそ苦手。佐賀出身の中島知恵です。え、佐賀出身の中島知恵です。あ、言えてる、言えてる。それは言えてる。なんだっけ、ささっていっぱい、ささみ、ささみは言えない。さすがにキュッとしてたら言えない。ささみは言えるか。さ、笑顔が好き、あずあず、ありがとう。監督、はじめましてじゃないよね。みんなそういうギャグがあるんだ。そうそう、初見詐欺、初見詐欺が横行してます。はいはいはい、といったようなコーナーでございます。では早速、ふうくんの方で、質問していきたいと思います。では質問の方は中島さん、お願いします。はい、では葉月ふうくんのリスナーの皆さんに聞きます。はい、はい、では第1問、はい、ででん、ふうくんの好きなところ、おい、お願いします。あ、コメント欄にどん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 、気使わなくていいよ。たくさん本当に思ってること言ってくれたらいいからね。本当に全然いいよ。好きなところを教えてください。逆にファンのみんなもね、顔、推しの顔を見ながら好きなところ書くって、ね、そうですよ。すごい照れるけど、照れるけど、でもなんかちょっとリアリティがあるっていうか、うん、おもろい。恥ずかしいな。そ
そうね、最初の一人目恥ずかしいよね。恥ずかしいね。確かに。あれちょっと待って、これ大丈夫？まだ少し時差がね、時差あるからね、ちょっとね、どうしてもね、一軒来てるんですけど、はい、あ、一軒来てる、はい、お時差ある、時差来てる、僕のなんかずっとフリーズしてる感じなんですよね。そうね、うん、あ、そうやね、これ動いてるかな、こっちがすごい、あ、そっち動いてる、一個来ましたね、ポエマーなところ、ポエマー僕あのよ、あ、これ言い訳しない方がいいですね、はい、ポエマーです。言い訳しない方がいいかなと思って一気に顔赤くなってる。いや、その一面は私も知らなかったです。いや、僕よくあの皆さんからお題いただいて、うん、その即興のポエムみたいな、即興ポエム、即興ポエムみたいなのつぶやいたりするんですよ、うんうんうん、でそれで多分言ってくれたのかなって、昨日もやりました。結構やってるんだ。でもそれが好きなところであげる。あ、そうですね、うん、あ、でもやっぱ嬉しいです、言ってくれたりとかして、絵がめっちゃうまい、あー、イラストですね、絵というよりかはイラストも僕描いたりして、今日のイラストはこちらですみたいなやるんですけど、結構個性的な絵だなって言われるんですけど、そうなんですよ、結構褒められたりとかはしてます、ちょっと面白そうですね、なんか芸達者だ ね、ぜひまた、うん、初めて見る人とかね、イラストとかを見ても楽しいかなと思います、はい、ゆきまるさんから、お、即興芝居がうまい、ちょい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 、これはちょっと待って、まあ役者としてはやっぱり嬉しいですね、嬉しい嬉しい、それは嬉しい嬉しい、ポエムもそうなんですけど、全部即興でやるところがあるので、即興はやっぱり好きですね、即興ね、楽しいよね、そういうのがね、配信の面白いところだよね、そうなんですよ、あ、今日全然ダメだなっていう日もありました。あ、ね、全然面白くない、それちょっとわかるかもしれない、全然面白くない今日みたいな、あ、なるほど、ね、なんかわかる、調子いい時と悪い時、あ、あつあつ、だるまありがとう、あ、だるま100本投げた、わー、いい、だるまありがとう、ゲットですね、はいはい、セクシーショットの顔セクシーショットの顔、最後僕何やってるの、ショールームで、ショールームで最後にスクショタイムっていうのをやってるね、それで、うん、例えば今日のおすすめソングと一緒に PV 風な感じでスクリーンショットを撮ってもらうという、うん、その時になんかセクシーな顔してくださいみたいなのあったらこう、わーみたいなやります。なるほど、 できてるかわかんないですよ今たくまさんの顔だと、あ、こいつ、うん、大丈夫かみたいな感じでしたけど、大丈夫ですか、そんなことない、そんなことないよセクシーな顔しますよ、はい、じゃあちょっとファンの皆さんに向かってセクシーな顔を、ね、セクシーな顔今お願いします、スクショタイム作りましょうか、スクショタイムやりますか、ね、これはそうですね、生配信でね、はい、いいところいいところ、 3、2、1、 セクシー、あ、口で言う、言うシステム口でセクシーって言う、言うシステムだったセクシーだわー、はーず、口でセクシーって言うんですね、はーず、なるほどね、皆さんありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ2問目いきましょうか、2問目いきましょうこれ1、はい、じゃあこれ MP 削られるねなかなか MP 削れられる、聞きます、はい、第2問、ででん、ふうくんを動物に例えると、はい、うん、おこれちょっと面白そうだね、うん、確かに、じゃあふうくんのアットマークふうチャンネルアットマークを見ている皆さんアットマーク忙しいよ、本当ですよ本当です本当です、飾りだと思って、僕のツイッター見ても分かると思うんですけどちゃんとアットマーク2つついてるじゃあアットマークふうチャンネルアットマークを見ている皆さん、ふうくんを動物に例えるとなんですか、なるほど、なんて言われる、多いのは、うん、もうピンポイントですね、柴犬、うん、はあ、わかる、柴犬か猿です、猿、なんかうっとし、なんか結構激しい時とかは猿って呼ばれます、うん、あ、動きがうるさい、動きがうるさい時とかは猿動きがうるさい、で結構普通にショールームとかやってると柴犬は言われますね、あ、でも柴犬は犬系は言われます、ね、わかるわかる、わ、うん、かります、うん、犬系、顔は犬っぽい、犬っぽいね、本当ですか、ワンワンワンとだけ言っときましょう、ビーバー来ましたね、ビーバー、お、ビーバー、あ、確かに、あ、ちょっと似てるかもしれない、確かに、うるさいかるっていう感じとかですかね、あー、ビーバーわかるかも、あれ、でもまあまあ、まあ、ダム作りそうなのダム作りそうです、ビーバーってダム作るの、何それ、なんか自分の自作のダムを作るんですよ何その情報、私知らない、修正ですよね、修正です、ダム作る修正なの、ビーバーってじゃあ明日ダム作ってきますショールームで
ゆきまるさんがやっぱり犬かな。ほらやっぱり犬なんですよね。犬が多い、いつも。確かになんか今日僕も初対面で会ってみたんですけど、はい、初対面からしっかりなんか人懐っこい感じ。本当ですか、うん、嬉しいです。なんか人見知りしない感じよね。顔も犬っぽいし、性格も犬っぽい感じ、うん、犬なんじゃないかな。犬なのか。私今犬と喋ってる。ペットと一緒に喋る。今のところ全部総合するとダム作る犬。人間ではないことは分かりましたね。このダム作る犬か。よかったです。第1回目ゲストダムを作る犬ですね。ルーム名変えようかな。じゃあまだ時間あるから、ラストもいけるかな。もう1個くらいいけそう。わあ、私これ聞いてみたい。何ですか第3問。はいはい、でねん、ふうくんを漢字一文字で表してください。どうお願いします。難しいですよね。インテリジェンスを感じる質問。確かにインテリジェンス。インテリジェンス。でもなんか確かにどんなのが来るかちょっとさ気になりますね。変、ね、とかだとちょっとおもろいかも。変だけだったらちょっとあれこれって なりますけどね、うん、なんだろう、気になる、ね、気になる、ね、なんだろうね。自分でも表したことないですから、うん、ちなみに自分的にはなんだと思う。でもやっぱり本当これボケとかじゃなく、うん、やっぱり僕フーって名前なんですけど、僕フーかなって思います。カエデって書いてフーなんですけど、ね、でもチルさんからはチンって聞こえます。これはどの感じ、うん、チンミのチンですね。チンプレーのチン。チンプレーのチンですね。なるほど、確かに確かに。あでもいいの来ましたよ。何、あの輝く。あー素敵じゃないですか。嬉しい、ありがとう。ゆきやチルちゃんも嬉しいんだよ。でもチンがね、チンがね、分からない。どういう意味でのチンか分からない。でもどっちもなんか愛されてる感じがする。いやですね。チンって言ってくれるのも愛されてるし。そうだね、いじりの愛をね。ですね。輝く。輝く。輝く。いやー素敵じゃないですか。名前チンキンにしよう。チンキにしようかな。じゃあ、今日の、じゃあ、まあ、そう統合すると、今日のゲストはあのダムを作る、葉月チンさんという犬です。ちゃんと輝いてますからね、最後に。そうね、輝いてもいる。これはそういうところなのかな。輝いてたらねって言われてよかったよかった、ありがとうみんな。いや面白いね、ダム作るよ。嬉しい。ダム作ります。今度はショールームでダム作ります。次回のフーチャンネルの ね、はい、告知としてはダム作ります。じゃあダムを作る配信をお願いします。お願いします。というわけで、はい、それでは以上教えてリスナーさんのコーナーでした。はい、続いてのコーナーは続いてはですね、これはね役者さんですからね、はい、お考えたんですよ、はい、なるほど。何ですか。インプロ対決のコーナー。だってこれはね、だってさっき言ってたからね、うん、即興芝居が。そう出たからさ、アピールしちゃったよ。あやべ、大丈夫。やべって思った。俺も聞いた時はおお、あれ用意しちゃったぞ。なかなか怪しいぞ。これは気合い入れますね。はい、というわけで、本日のゲスト、ふうくんは俳優タイプのライバーさんということで、うんうん、ポケモンみたいな言い方して確かに確かに俳優タイプのライバーさんということで、で中島さんもね、うん、女優タイプのポケモンなので、そうだね、相性抜群ですね。相性抜群です。そうだね、相性は抜群だ。なので、インプロで対決をしてもらおうかなと思っております。なるほど。インプロ対決、はい、インプロっていうのはね、まあ、いわゆるエチュードアドリブ芝居のことですね、うん、はい、今回一応ルールといたしましてはペーパーズのルールでしていきたいなと思います。こちらにセリフが書かれた紙を用意しました。はい、2つ彫りしました。いろんなセリフを書いてきました。ちょっと待って、熱くないですか。結構あるね、30枚です。すごいすごい。マジか。昨日夜な夜なずっと書いてチルちゃんの怖い怖い怖い不安になってる。なので怖い怖い、こちらの紙をお好きなタイミングで引きまして、はい、で引いたら必ずその紙に書かれたセリフを言わなきゃいけない。うん、で、その中で、2人でアドリブでお芝居を作っていってもらえればなと思います。まあ、大体5分くらいかな。5分から、まあ、長くても10分いかないぐらいで、うんうん、お願いはい、まあ、まあ、ね、綺麗に締めれるかな。じゃあこれはですね、もうここにちょっとこの真ん中のところにね、
あの無造作に無造作うわわわこれぜひねちょっとねこのコーナーに関しては YouTube ライブでちょっと見てほしいですね。そうね、うん、確かに YouTube ライブ C ウェーブでお願いします。逆に言ったら、うん、それぞれのショールームを見てる人は、うん、こんな間近で芝居見れるのはないから、まあ、確かにドアップでね抜きれない相手役も含めて見るためにはこのね CM のメインカメラが見てもらえると一番だ面白い見方はそうですよね。両方で見るのが正解かな、正解かなと。ぜひぜひ皆さん C-WAVE で YouTube ライブ検索してください。お願いします。ライブはスクラップでございますよ、はい、脱ぎましたよ、はい、あー本気だじゃあですね、じゃあ先行中島さんが1枚引いて、はい、1枚引いて言ったところをふーくんが返すところから始めましょうか。なるほど、なるほど、はい、はい、わかりました。じゃあ行きますか、はい、では参りましょう、ね、なんで2人とも水飲むのなんで同じタイプで水飲んでるちょっとリアルに緊張だってもう振りがありましたから確かに、ね、上手ですよっていう振りがありましたから、ね、何もなければ僕はこんなに緊張今チラって見たらちっちゃい唾飲んだから水飲んだ後なのにちっちゃい唾飲んだからえ、いい、引くよ引くよ、引きますよ、始めますよ。ではこれこのセリフを言った時点でスタートですからね。はい始めまーす。じゃあさ、ちょっとさ、うん、伏せて。伏せる？うん、伏せて。伏せるって何？え、俺が？うん、伏せて。俺が伏せればいいの？うん、伏せてほしくてちょっと。もういいけど。うん。え、なんかあんの？いや。え、自分がやったこと覚えてない？いや、伏せは得意だけど、うん、あ、得意なんだ、うん、じゃあ伏せて、じゃあ伏せてもらっていい？ちょっと伏せる前にちょっといい？え、何？ちょっと一回だけいい？大丈夫、うんうんうん、ごめんな、うん、伏せるって言われてもな。え、何？伏せる、伏せる、でも、まあいいや、とりあえず伏せるわ。あ、分かった。ただ、うん、今日ちょっとサプライズあるからさ。ん？サプライズ？何？タンタンタン、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアちえちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、イエーイ、今日ハッピーバースデー、あー、おめでとう。そうだわ。でしょ？うん、覚えてたから。あ、ごめん、忘れてると思ってた。全然覚えてた。だから何伏せてって言われて、何かなって。いや、忘れてるって思ってたからさ、ちょっと怒っちゃった。ごめん。でしょ？ごめん。勘弁して、ほんとに。いや、ほんとごめん。おめでとう、でも。いや、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ねえ。肉食いてー。肉食いてー。高いとこじゃなかったらいいけどね。え、全然牛角とかでいいよ。牛角？え、誕生日だからいいじゃん。でもいい。牛角ね。肉？何肉が好きなの？え、牛肉。牛肉？限定？豚とかは？いや、豚も好きだけど、うん、でも牛かな。牛か。え、いいじゃん、誕生日だよ、私。誕生日だもんね。そっか、誕生日だもん。でも美味しいところね、あんま知らない。まあ、牛角でもいいんだったらあれなんだけど、うん、全然牛角でも美味しいよ。今の牛角進化してるから。いや、でも金ないからな。これ夢か。夢？本当にこれは。いや、夢じゃないよ。これ夢か。夢じゃない。今日誕生日、バースデーガール。バースデーガール。バースデーガール。で、牛角に行きたい。うん、肉食いたい。いや、夢か、これは。いや、夢じゃないよ。夢と思いたいよ。夢じゃない。今日誕生日なんです。夢と思いたい、本当に。え、夢、なんで、なんで。牛角？うん、牛角でいい、牛角でいい。可愛くお願いしてくれたら行く。可愛く？可愛く。可愛くお願いしてくれたら行こうかな。お肉食べたいな。いやいや、苦手だわ。可愛く苦手だわ。いや、夢じゃない。どうしようかな。あ、そういえばさ、最近さ、鬼滅見てるでしょ。鬼滅見てる見てる。おお、やっぱり。鬼滅見てるよ。鬼滅おもろいよね。鬼滅おもろいけど、私もハマってんで。どっちかって言うと俺ワンピースの方好きかな。あ、ワンピね。ベタだね。そう、ベタなんだけどね。やっぱりああいう王道のものが、やっぱり男は惹かれる。まあね、でも鬼滅も結構王道じゃない？そうなんだけど、いや、まあ王道っちゃ王道なんだけどね、ちょっと違うんだよ。男がくすぐられるポジションとしては。ポジション？そう。くすぐられるポジション？くすぐられる。ポイントじゃなくてポジション？ポジションがあるのよ。あ、これ今来たなみたいなっていうのがあるんだけど。そうそうそう。なるほど。いや、まあでもこの話はあんま必要はないよね。必要はない。必要はない気
がしてた。だけどやっぱり誕生日だからさ、あそうだ、ね、俺もやっぱ牛角って言ってたけど、うんうん、お祝いしたいっていう気持ちもあるし、そうだね、うん、お祝いはしてほしいな。牛角なんかでいいの？え、牛角でいいよ。本当に？本当にいいよ。いいの？え、何何？いや別にあれなんだけど。え、じゃあもうさ、うん、別れよっか。いやいや、いや私牛角でいいって言ってるのにさ、え、なんでさそんなさ、え、何？え、私と出かけたくないの？いや違うって、牛角行きたいとか言ったことなかったじゃん今まで。いやいやいや全然、いやだってさお金ないの知ってるからさ、うん、だから牛角でいいよって言ったんじゃん。だから牛角で、牛角よりももっと美味しい安い店があるよっていうことをさ言ってたんだよ、うん、そうだけど牛角ちょっとするじゃんやっぱお肉だからさ、うん、いやでも、うん、分かってくんないならもういいよ別に、もう別れよ別れよ。いやでも、いや別れとかで、あでも牛角もそうだけどちょっと今日眠いからな。眠いから。ちょっと待って待って何それ。ごめんちょっとまた明日とかにしてくんないと。最低じゃん。ね、最低で分かる分かる分かるんだけど、うん、じゃあ一緒に寝てからちょっと考えよう、その一回寝てから。え、今日誕生日。分かる。うん、今日またがない、日はまたがないから。うんうん、えでも寝たいんでしょ。もう眠いんでしょ。一旦。え、いいよ、嗅覚の夢も見れるかもしれないし。いや夢じゃ嫌なんだよ。なん夢じゃ嫌なわけ。な夢じゃ嫌なの。いいじゃん。誕生日なんだからさ。誕生日だけどさ。何？あった。何？明日、うん、晴れるかな。明日は分かんないそんな晴れるかどうか。明日晴れるんだったら、うん、もういいよ、今日は寝てもいいよ。明日晴れるんだったらいいの？うん、私明日晴れるんだったら今日牛角行かなくてもいいの？いやだって眠いんでしょ。眠い、めっちゃ今眠い。うん、まあ最低だけどね。うん、うん、明日晴れならいいの？うん、本当に？いやいいよ、もう明日晴れ好きだから。うん、うん、まあ雨の中出かけるよりはね。はいはい、じゃあ晴れだったらどこ行きたい？え、あ、ディズニー。ディズニー、ディズニーって今いくらだっけ？え、ディズニーはね、今ね、もう8000円超えたんじゃないかな。牛角の食べ放題どっち安いか。うん、ディズニーは高いね。高いか。じゃあ、そうだな、牛角になっちゃうかもしれないけど。あ、それを考えたの。だから分かってくれてるじゃん、今お金ないっていうの。いや、分かってるよ、うん、分かってるよ、分かってる。じゃあ分かった、チュロスはおごる。ディズニー行くんだったらチュロスはおごるわ。ちょっと入場料、入場料はちょっとちえんちゃん、いやいやいや、やだやだやだ。そしたら私財布忘れましたっていう顔していくよ。それ今日の僕じゃないか。はい、というわけで。いやむずい。いやどう落とそうかなと思ったけど無理だ。むずい。落としどころ。めちゃめちゃむずい。確かにカップル系でいこうかなと思ったんだけど。ね。でも奇跡の別れようか。そう。すごいタイミングで別れようか引いたな私。誕生日眠いって。最低な男だった。ミラクルが起こりましたね。最低な男でした。すみません。そら頭ね伏せろよ。そりゃ怒ってるよね。誕生日なんだから伏せるぐらいしろよって。はい、というわけで以上、インプロ対決のコーナーでございました。あ、緊張した。さあここでお便りが届いております。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。なんですけどね、はい、この番組今日が初回放送でございますよ。そうね、はい、なんでねお便りが届いてありますって言ったんですけど、もちろんお便りなんか届いておりませんよ、うん、残念届いてないか、うん、寂しいお知らせね。今日が初回だから ね、 そうね、次回からは、はい、YouTube ライブ見てる人には見えてるのかな、はい、こちらですね。なんでね、なんで、なんで ね、 こ、 ね、こういうお便りが来ると嬉しいよというものを、僕が書いてきました。徳田さんが直筆で。徳田さんのお手紙なの？俺が書いてきた。やらせもいいとこじゃん。やらせじゃない、やらせじゃない、お便り書いたもん。いや、お便り自分への
チョコレートみたいな、自分バレンタインみたいになってますよ。そう母親からのバレンタインデーみたいな。え、それはだって農刊でしょ、だって農刊、お便りとしては農刊だよ。農刊俺、今年バレンタインもらったよ。言えるそれ、言えます、大丈夫それ。のテンションでお便りが来ました。なるほど、中島さん、お便りが、ありがとうございます。あ、お便りが届いてます。こういうお便りをくれると僕ら嬉しいですよ、来月からね。はい、ありがとう、よろしくお願いします。あ、じゃあせっかくね、はい、徳田さんが書いたお便りね、ペンネームも自分で考えたんですかね。あ、恥ずかしい、それ恥ずかしい、それ言われるの恥ずかしい。ペンネームも自分で考えた。ちょっと読んでいきますね、はい、ペンネームコンテンポラリーソーセージさん。コンテ、ありがとうございます。君だよ。中島さん、徳田さん、こんばんは。こんばんは。新番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。いつもの配信じゃ見られないトークを聞けるのをとても楽しみにしていました。これからも応援してます、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか応援のコメントとかあるのね、うんうん、嬉しいよね。めっちゃ嬉しい、ね、ちょっと嬉しい気持ちになったでしょ。嬉しい嬉しい嬉しい。俺が書いてる。それいなきゃ、台無しなんだよね。言わなきゃ、もう台無しなのよ。台無しなのよ。はい、ペンネーム、はい、本名 OK 織田信長さん。織田信長さんが。そりゃ本名 OK だよ。これも考えてるんですよね。まあ君だけど、ね、まあ君だけど徳田さんなんだけど。はい、中島さん、徳田さん、こんばんスクラップ。こんばんスクラップ。あ、これ定着、こういうの定着するとても嬉しいですね。そうですね。はい、先月の放送とても面白かったです。先月やってませんけどね、はい、まさか放送中に犬が乱入するなんて。まさかね、僕ですか。ああ、繋がった、僕です、繋がった。予言してましたね。すっげー、すごい。その時の中島さんの神対応とても可愛かったです。これからも毎月見に来ますね。ありがとうございます。ありがたいですね。みたいなね、その前の放送をちょっとなるほど、掘り下げてね。予言されてましたね。まさかね、犬がリンクするとは。予言されてましたよ、皆さん。ね、犬乱入してましたね。まあまあまあ。はい、続いてはペンネーム、コデブオチビザ。これだけちゃんと合ってるね。誰がこれだけ合ってるね。コデブオチビさんだけ合ってる。いや合ってるでしょ、そのままじゃない。誰がコデブオチビさん。ほらほら、あの CM を見てご覧ください。私やる、ちっちゃいでしょ。俺前にいるんだよね。そうだよ。遠近感ってわかんない。これだけ、これだけちゃんと遠近法がありますからね。ちゃんとペンネームこれだけ考えたんだね。うん、中島さん、徳田さん、ゲストのふうくん、こんばんは。こんばんは。ゲストのふうくんに質問です。おふうくんの鉄板デートコースはありますか？あったら教えてください。そうですね、はい、犬なんでね。お犬つらく、僕は犬なんでね。そうですね、ドッグランのコースとかおすすめっていうのは言いたかったんですけど、うん、やっぱ鉄板ですよね。鉄板、女性がどこが喜ぶかなって分かんないんですけども、うん、やっぱ水族館とか。あ、僕動物好きなんで。なるほど。水族館とか、うん、ディズニーランドとか、あれ牛角とか。牛角あれあれ、牛角はあの皆さん行かない方がいいですよ。はい、ちょっと分かると原因になってしまうかもしれないので、ね。というわけでね、あのこういうお便りのコーナーは、ゲストの方だとかね、うん、に質問してもらったりだとか、まあね、前の月のね感想言ってもらえたりとかするとありがたいのでね、はい、ぜひぜひ、お便りお待ちしております。宛先は、宛先はここに書いてあるんです。もう直接見に行くスタイル。斬新なスタイルだ。senju@cwave.jp です。はい、そのぐらい覚えられなかったのか。senju@cwave.jp です。はい、みんなで一緒に覚えていきましょう。はい、私も頑張ります。はい、というわけでお便りのコーナーでございました。はい。はい。というわけで、あっという間にエンディングでございますよ。あー、早いねー。早いねー。楽しかったです。あ、もう終わってないけど。よかったー。いや、でも第1回フーコンで面白かったね。本当ですか。面白かった、面白かった。すごい盛り上げて。ありがとうございます。いや、1回目に呼んでいただけて本当にありがとうございます。いや、楽しかった。1回目にね、選んで正解だった。正解。本当にあっという間だった。いや、早かった、早かった、うん、超早い。だって50分のうちのもう40何分がもう過ぎてるんだよね、うん、もうあと残り5分ちょっとですよ。うわー、早っ。はい、インプロも超楽しかったしね。奇跡が結構起きたね。はい、というわ
けて、ここで告知を、そうだね、してもらいたいと思うんですけども、ふうくん最後に告知ありますか？はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっと先ほどもちょっと冒頭のところで少しあったんですけども、映画の方ですね、出演させていただくんですけども、ちょっとまだこちらの方は全部撮影終わってないので、まだ告知の方が、まあ、今ね、ちょっとお時世が、ごめんなさい、まだ告知という告知ができないんですけども、映画に出演するよっていうことと、あと今月なんですけどもね、6月17日から21日までですね、ドリーマードリームっていう舞台をですね、出演させていただきます。僕の役どころがですね、すごいなんて言ったらいいのかな、これ言っちゃったらいいんですけど、全身タイツです。まず全身タイツです。濃いな。ツイッター見ていただけると、ドリドリでハッシュタグドリドリで検索するとツイッターで結構いろいろ出てくるんですけども、僕のツイッターもドリドリ、はい、フォローしていただけたらいろいろ情報が流れてくると思いますので、葉月ふうと調べていただいてツイッターと見ていただけたら嬉しいです。予約フォームとかもそこに入ってたりとか、はい、カンフェティとかも全部、ツイッターの方に固定されてますので、ぜひぜひ皆さん、ぜひぜひ気になってる方は僕のお芝居を少しでもちょっと見に来ていただけたら嬉しいなと思います。ぜひぜひ葉っぱに月に楓、で葉月ふうくんです。確かにこんな状況なんでちょっと気づらいなとは思う、思うんですけども、そうだね、きっと素敵な作品ですので、そうですね、はい、やっぱちょっとね、皆さんも自分の安全もね、そうですね、守りつつ、はい、ね、なるべくね、健全に、はい、逆にね、そのふうくんのお芝居を見に行きたいなっていう人は、ちゃんとそれ以外で自粛したりだとか、はい、ね、ディスタンス取った生活を送ってくださいね。よろしくお願いします。はい、大事ですよ。じゃあ予約リップでも、ごめんなさい、お待ちしてますんで、はい、ぜひ、ね、ぜひぜひぜひお願いいたします。見てみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。はい、じゃあ僕からも告知いいですか。あ、どうぞ。はい、徳田学まあツイキャスをやってます。お、はい、明日土曜日は、僕の書き下ろしの、本の朗読会の日になってますので、ぜひぜひ見に来てください。明日6時から朗読会やります。この番組が終わってから本書き始めます。まだ本上がってないの？明日でしょ？まだ全然草案も考えてない。マジで？はい、明日なのに？これ終わってから書きます。すごいね。でも毎週それでやってるんですよ。おはがき書けたらね、はい、絶対いける。そうね、そうか、おはがき書けるからこっちが本業じゃん。あとですね、日曜日、毎週日曜日にですね、僕の主催しております劇団こわっぱちゃんちの、ツイキャス生配信があります、はい、こちらはですね、こちらも、6時からやってます、今週から連続ドラマが始まります。はい、こっちの方はもう台本仕上がってます。連続ドラマが、始まりますので、あさってが第1回の放送なので、ぜひぜひ見に来てくれると。こわっぱちゃんちの俳優陣3人で、リモートの中で、しっかり演劇という形にこだわったお芝居作ってみましたので、連続ドラマ明日から始まります。あさってから始まりますね。ぜひぜひお願いいたします。長嶋さんは？あ、はい、私はここで重大発表がございます。ほうほう。と言いますのも、はい、私中嶋千恵、本日をもちまして中嶋千恵を卒業します。ん？ちょっと待って、待って、ちょっと中嶋さん、だって今日始まったんだよ。うん。引退すんの？いや違う、引退じゃない、引退はしません。眉毛ですか？違う、眉毛じゃないです。待って待って待って、眉毛に感化されてません。いや引退じゃないです、引退じゃない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 、違う、ちゃうの、あのね、中嶋千恵、改名します。芸名になります。はい、この放送を今からです。僕でよかったですか、ゲスト、うん、ゲスト僕でよかったですか？ちょっと待って、今から芸名です。今日から変えようよ。だってこれコロナだけの一発目でしょ、仕事は。そうだよそうだよそうだよ。なんで今日から変えれなかった？違うの、ほら、このお仕事をね、ね、入った時に、受けた時に、はい、中嶋千恵でさ、もうホームページにも名前載ってるしさ、だからさ、ね、うん、だからこれが終わったら発表しようって思った。今日中嶋千恵、今この瞬間ラスト。中嶋千恵ラストステージ、見納めです。中嶋千恵見納めだよ。中嶋千恵さん見納めです。あ、はい、ということで、今から私は、はい、夏堀千恵になりまーす。待って、もう一回ちゃんと言って、名前、新しい名前何？新しい名前は、夏堀千恵です。真夏の夏に、堀、
堀北真希さんの堀にカタカナで知恵になります。素敵な名前、うん、なるほど。うわーこれ大変だ。うわー俺来週からちゃんと夏堀、いや来週からじゃない、来週からじゃなくてもう今から今からです。だって俺ね中島さんと、はい、養成所自体からの付き合いなんで9年。そうね、もう付き合い長いね。9年間俺中島さんってずっと呼び続けてたそうだね。だって今から夏堀さんになるの。夏堀です。夏堀になりました。夏堀さん、はい、夏堀ちゃん、はい、夏堀ちゃん、夏堀です。なっちゃんとか呼んでください。なっちゃん、なっちゃんなっちゃん、はい、なっぽり、まあ、最後に重大発表でしょ。重大すぎるでしょ。びっくりした。そう、告知っていうか重大発表バッとかって見せたら大丈夫ですか。電話出す感じのね、うん、だってこの後の台本も俺聞いてないから、中島知恵どうみたいな感じ。あ、本当だ。そりゃそうだよ、聞いてないもん。でもね、告知なんてそんな台本にね、あげないじゃん。まあまあ ね。はい、というわけでですね、はい、来月も、こちら、この番組はですね、毎月第1金曜日午後7時半から、生配信で、今の旬のライバーを紹介します。はい、来月のゲストは、はい、来月のゲストは、今、ビゴライブでノリに乗ってる、しぶきみささんです。はい、来月の放送は、7月3日夜7時半になります。ふうくん今日は、来てくれましてありがとうございました。ありがとうございます。ではお相手はコアッパちゃんちとくたたくまと夏尾一恵でした。バイバーイ。ありがとうございます。